この動画を見ている方は夜中寝れてない方です。私も明日朝の6時から、探偵ナイトスクープという仕事のロケなんですけど、あとは2時間ぐらいしか寝れないのに寝れてません。寝れない時よくあるんですけども、寝れてない人のつぶやきとか寝れてない人の動画とか見てちょっと安心するっていう、そういうあるあるがありますよね。だからそういう寝れてない方たちに向けてこの動画撮りました。寝れなくて焦ってるそこの方、毎日ほとんど僕寝れてません。大丈夫です。本当に経験上、焦れば焦るほど寝れないです。だから、寝るの諦めましょう、一緒に。で、よく考えてみてください。寝れなかった次の日、いっぱいありますよね。なんか、あの日あかんかったな、みたいな。よう考えたら、あんま覚えてなくないですか？人生でいっぱいあったはずやのに。だから明日も多分大丈夫なんです。それぐらいのことで、もう、意外となんとかなる。合間で寝たりとか。意外となんとかなります。って考えてたら眠くなってきます。そう考えたら、寝れます。寝ましょう。でも、焦らないように。私、寝れる方法みたいな、いろいろ調べたことあるんですけど、一個あんのは、ぼーっとこの目つぶるじゃないですか。で、自分の体がどん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 ベッドからこう泥のように体が溶けるってイメージをするんですって。溶ける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 、体が溶ける、溶けてるスライムみたいに溶ける、はい、もっとトロトロになる、トロトロになる、液状になってます、トロトロになる。どんどん力が抜けてきます。眠いでしょう。もう寝たかな。これお昼とかに見ないでくださいね。意味わかんないんで。夜中の寝れない方たちに見ていただいて、初めて効果が期待できると。そういう動画になっております。ちなみに私は、喉の形を人より自由に変えることができ、喉チンコと扁桃腺の間のくぼみを使って睡眠にいいと言われているアルファ波を今生成しております。それではここからはアルファ波メインで喋っていきたいと思います。
すみなさい。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。